無事のようだな。侮りすぎてたらしい。だが、いつまで杖を守れるかな。お前がハイデリンの加護を失った以上、俺はまた杖をいただきに来るぜ。そう、何度でもな。いいえ、次はないわ。アシエン、あなたの魂はここで散ってエーテル界へと帰る。闇のクリスタルを使わせないつもりか。くそ、こしゃくな真似を。今よ、プシマティでエーテルを集めて。あなたならできるはずよ。想像して、あの時アシエン・ラハブレアを斬った光の刃を。そんな、まさかハイデリンの加護を封じられて光の力が弱まっている。こいつも起動してるってのに、わずかにエーテルが足らないってのか。たかが人が思いやがるな。俺は消えない。消されてたまるか。何度でも再生するんだよ。光を、今こそあなたの力を貸して。ダメなの。超える力があってなお、私たちの声は、願いはハイデリンに届かないというの。あと少し、あと少しのエーテルさえあれば。ムーンブリダー、あなた何をするつもり。そうか、そうだったんだね。ルイゾワ様も自分の務めが分かったんだ。死して希望を守る、これがルイゾワ様がこの地を訪れた理由。やっと分かったよ、ウリエンジェ。
には。不滅なるこの俺が。いやだ、助けてくれ。消えたくない、消えたくない、消えた。アシエンは完全に消滅したわ。ありがとう。あなたは研究をやり遂げてくれたのね。このエーテルエクストラクターはムーンブリダさんの残した成果の一つ。みんなに真実を話して落ち着くまでは私が大切に預かっていようと思う。ミフィア、大丈夫？ええ、私は大丈夫よ。北ザナラーンでの作戦を終えた後、ムーンブリダの研究を手伝うために周辺調査をしてたんだ。そしたらムーンブリダから石の家がアシエンに狙われて危ないって連絡が入ってさ、みんなで慌てて戻ってきたんだ。お前も駆けつけていたんだな。全員無事でよかったよ。それでムーンブリダはどこ？詳しい事情を聞かせてもらいたいのだけど。なんてことだ。自分の命をエーテルに変えてアシエンを。全ての命は死してエーテルに帰る。その流れに逆らうのがアシエンなら、ムーンブリダはその流れを受け入れたのね。ねえ、このことウリエンジはもう知ってるの？ウリエンジェさん、天末は聞いておりました。月は欠け、聖界の渚に消ゆ。さりとて天の巡りはやがて暁の日を導かん。ムーンブリダは己の役目を立派に果たしたのですね。彼女はシャーレアン本国において我が師ルイゾワに師事する同門でした。師は今と明日を生きる者のため地を用いよと教えました。その理想は地の集積者として歴史の観察者たれとする。シャーレアンではいた。それでもなお我が師が同志を募り、エオルゼア救済のため救世使命を作りしことはご存知の通り。そして師は旅立たれた。
神々に愛されし地を救済するために第七霊祭を乗り越え神聖し得たのは我が死の功績されど、シャーレアン本国においては自ら歴史に介入した死を堕落者と呼ぶ声もあった。シャーレアンの賢人たる務めを捨てたのだと。ムーンブリダは死を信望していましたが、死はシャーレアンを去る際彼女に言葉を残さなかった。故に周囲からの批判に心が揺れたのです。死が本当に務めを捨てたのではないかと。そして彼女自身が務めと共に捨てられたのではないかと。でもルイゾワ様は。ええ、エオルゼアを守るという形で務めを果たされた。言葉を残さなかったのも己の定めを受け入れたがゆえ、愛弟子に他なる道を示したかったのでしょう。しかし私が事実を言葉にすれど死の心まではムーンブリダに届かない。私は彼女がエオルゼアにとどまるうちに死の心を知らせたかった。それだけが悔やまれてなりません。ムーンブリダが決意したのは我が死ルイゾワの心を理解したからだと。真実とはかようにありて求めるものにもたらされ、死との間に再びつながれし絆が彼女を静かな安息へと導いてくれるでしょう。本当に良かったですね、ムーンブリダ。光の刃はまだ不安定な状態。でもムーンブリダさんが命を懸けてアシエンを消滅させる方法を確立してくれた。彼女のおかげで私たちは前へと進むことができる。尊い犠牲を絶対に無駄にはしないわ。ミンフィリア、私は砂の家に戻ります。失われし友の命を私なりのやり方で弔いたい。信じて待っていていただけますか。わかりました。それはきっとムーンブリダさんの望みでもあります。よろしくお願いします。